こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、ほぼすべての教師が一度は沼る NG 授業、このテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いい授業したいです。いい授業したいんですけれども、確実にですね、ほとんどすべての先生が一回ここでつまずくよね、足元すくわれるよね、泥沼にはまっちゃうよね、でもそこに気づいてすらいないよね、で気づいて復活してくるのにまた 2,3 年かかっちゃうよね、そういうポイントがあったりするんですよね。僕自身そうでした。もうほとんどの先生そうだと思います。ほぼすべての先生一回ここでつまずくんですよ。でもこの動画をご視聴いただいている皆さんはそれにつまずく必要もないし、つまずいたとしてもこんな復活するのに 2,3 年かける必要ないと思うんですよね。この動画多分15分ぐらいで終わると思うんで、15分で復活しちゃってください。とっても効率のいい素晴らしい教師人生で、ね、授業手に入ると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。宮沢優衣教育研究所、今日は全部で4つお話ねしていきたいと思います。結論をお伝えして、よくある授業風景、要するに泥沼っちゃってる授業風景をお見せしたいと思います。まあ本人は泥沼ってると気づいてないと思いますけれどもね。で、具体的な OK 指導、こうするといいですよってお話しして、注意点ちょこっと紹介して終わりたいと思います。まず結論ですね、子供が子供に教える、こんな授業やめていきましょう。これ泥沼ってますって言うとびっくりされると思います。え、子供が子供に教えるっていいことじゃない、それがみんなで学んでるっていうことじゃない、対話的な学びなんじゃないのっていうふうに思われちゃうかもしれませんが、間違ってますね。もう最初そう思ってたんですよ。こういう授業をしてたんです。泥沼ってることに気づかないわけです。ところがどん詰まったわけですよ、授業がね。もっと言ったら子供から反発とか、あるいは意欲が低くなってくるっていう状況が起きてきちゃったんですね。ここから復活してくるのにやっぱり1年か2年かかりました。これもったいないわけですね。その真意、今から紹介させてください。よくある授業風景、まあ、宮沢の過去の授業ですね。まず子どもたちに一律のタスクを課します。採用1年目の僕はこうだったんですよ。できない子どもにね、一生懸命こう個別支援に行ってですね、頑張って教えようとしていた。でもできない子どもって1人や2人じゃないから、首が回らなくなって授業ドッカーンってなるわけですね。荒れていっちゃう。これがまあ採用1年目の先生の授業崩壊パターンだと、僕もやったことあるんですけれども、そこからやっぱ気づくわけですよ。採用1年目の後半、あるいは2年目ぐらいで、あ、そうか、できる子供がいるんだから、この子供の力を借りて、できる子供ができない子供に対して教えてあげればいいじゃんって言葉に気づくわけですね。で、指示するわけですよ。一律のタスクが終わったら、できる子供はできない子供、早く終わった子供が教えてあげなさい。そうするとみんなができるようになるからね、みんなができることになることって先生すごく嬉しいんだ、だから頑張って教えてあげてねっていうふうに言うわけですよ。で、子供も、ああ分かりましたっていう形で教え合うことが、教え合う風景が見えてくるわけですね。するとも先生は嬉しいわけですよ。できる子供も手持ち無沙汰にならない、できない子供もフリーズしてない、教えている子供、教えられている子供、みんながこう会話をしたりして活気のある授業になった、よかったっていうふうに思うわけです。若手の先生ね、ちょっとごめんなさい、イラストが若手の先生持ってきたかったんですけれども、これ実は生成 AI で、まあ、話完全に余談ですよ、生成 AI で僕が作ったんですね、さっきね。そしたら若手にならなかったんです。まあまあもういいかと思ってやりました。生成 AI を使いこなすにもやっぱり人間の力っていうのは必要なんですね。この精度もちょっと自分自身で、ね、上げていかなきゃいけないなっていうふうに楽しみながらやってますけれどもね。まあまあこんなことがあるっていうことですね。いいことじゃないの、子供が教えられみんなで活気のある授業をしていくって素晴らしいことじゃないのっていうふうに思いませんか。僕自身は思ってました。でも違うっていうことなんですね。今から具体的にどういうふうに授業をしていけばいいのか、正しい OK な授業指導を紹介していきたいと思います。結論からお伝えするとこんな感じ。一律のタスク完了後は、子どもたちがそれぞれ自分最適な学習により個の成長をもっと促していく、そんな授業にしていきましょうっていうことで、ちょっと分かりづらいですね。一律のタスクを課すことは悪いことじゃないんですよ。子どもたちの学力習熟度を判定したい、評価したいので悪いことじゃないんですけれども、一律のタスクを終わった後は教えなさいよじゃなくてですね、分かんない子どもは分かんないなりに、例えば基本に戻ってもう一回九九からやってみようかなとか、あるいはできる子どもガンガンできる子ども発展に進んでいって、教科書の巻末の難しい発展問題とか、あるいは私立の受験問題なんかを解いていって、ぐん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 それぞれの課題に応じた問題に取り組み、それぞれがこの成長を促していく時間にしていく、これが必要なわけです。これが学びになるわけなんですね。結果何が起こるかっていうと、より
高次元な高次な本次の目標達成が可能となっていく、学級全体がっていうことですね。もう勘違いしちゃいけません。子どもが子どもに教えることっていうのは本次の目標じゃないわけですね。多分皆さん誰でも一回は指導案書いたことあると思いますけれども、指導案の本次の目標を思い出してください。その授業に関する学習の内容を乗り越えていくことが本次の目標でしたよね。子どもたちが子どもたちに早く終わったことを子どもが教えるんだ、今日はこの教えるっていう態度がこの教えるっていうことが本次の目標なんだってことありましたか？なかったと思います。この証拠にバン、ちょっと1個見ていただきたいものがあります。うわっと文字がいっぱい来て嫌だと思いますけども、これ学習指導要領の総則です。うわ、一番つまんねえ文章来たっていうふうに思うかもしれませんけれども、ちょっとだけ時間ください。早口で読んでみたいと思います。基礎的基本的な知識および技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々との共同を促す教育の充実に努めること、これが大事なんですよ。すなわちこれ形変えるとこんな感じです。これちょっと僕の手書きで書いてみましたけど、一番大事なのは資質能力を養うことです。知識技能、思考力、判断力、表現力など、そして学習に向かう態度、これを養うことが一番大事です。それを養うために主体的な学びや対話的な学びのこの学習の仕方をしていきましょうね。例えば主体的な学びだったら学習の見通しを持たせるとか、振り返りの時間を取るとか、あるいは対話的な学びだったらお互いに説明し合う時間を確保するとか、共同の時間を確保するとか、こういう学びをの時間を確保していきましょうね。具体的には授業の UD 化、ユニバーサルデザイン化、きちんと展開を黒板に貼っておく、自分で考える、交流する、まとめるとかっていうのは UD 化、そして個別最適な時間、ペア交流、グループ交流、ICT を使っていくなど、具体的な教育技術を利用して、指導法を利用して、主体的、対話的な学びを実現していきましょうねっていうことが、先ほどの学習指導要領の総則で言われていたんですけれども、じゃあここでもう一回戻っていただきたい。先ほどのこの教える子ども、教えられる子ども、この右側の教えてる子どもに注目してください。果たしてこの子は一体、何の資質能力が育っているんでしょうか？知識が増えているんでしょうか？技能でしょうか？思考力、判断力、表現力、それとも学習に向かう姿勢、態度でしょうか？まあもちろん子供に教えているので、表現力っていうものは多少なりともね、伸びているかもしれませんけれども、本当にこの時間、この子供が自分自身の力を伸ばすのに、これが一番の最適解なんでしょうか？僕はそうは思わないわけです。この早くできた子供は、この子供がもっとチャレンジングな、もっと一生懸命取り組みたくなるような学習内容っていうものがあるはずなんです。そこにタッチするのが学習の時間、すなわち授業なんですよね。とても大事なことです。もう一回確認しておきましょう。学習の中で一律のタスクを課すっていうことあると思います。そのタスク完了後は、それぞれ自分最適な学習により、子供それぞれの力をみんなが伸ばし合う時間にしていきましょう。その結果、たまに学び合ったり教え合ったりっていう時間はあるかもしれないけれども、早くできた子はずっといろんな子供に教えていきましょうねっていうような授業は展開してはならない。確かに効率がよく見えます。一見授業の教室の中の雰囲気が活気づいているように見えますけれども、その中には実は手や口は動かしているけども、学んでいるように見えるけれども、実は学んでいない、もっと学びの可能性があるのに、その可能性が積まれているっていう子供がいるっていうことなんですね。僕はこんな授業をですね、採用1年目のやっぱり後半、中盤後半から採用2年目ぐらいにまでかけてやっていました。でたまたまですね、採用1年目の時には小学1年生だったんで、早くできたことを子供は教えてあげなさい、どんどん周りに教えてあげなさいって言うと、はい、わかりましたって気よく教えてくれるわけですよ。ところが採用2年目からはですね、4年生、5年生、6年生って持ち上がってったんですね。早くできた子供は教えなさいって言うと、わかりましたっていう感じでだるそうにやるわけです。でプチンとくるわけですよ。なんで自分だけできたからって周りできてない子どもほっとくの、このクラス仲間じゃないのかみたいなことで怒ったりするわけですよ。周りの子どもからしたらたまったもんじゃないですよね。もちろん学び合いっていう時間も必要なんだけれども、一方が一方でずっと教え込んでいる、それだけの授業の時間っていうのはやっぱり、ね、取るべきではないと思いますね。最後それでは注意点ね、紹介して終わりたいと思いますけれども、教える
ることが無駄なわけではないということですね。一方的にこう教えるっていうのは、僕は今何か悪いことのようにね、ちょっと紹介してしまいましたけれども、全然そんなことはなくて、子どもによる教えが機能しやすい状況っていうのもやっぱりあるわけです。例えば図工の作品作りとか、朝顔の鉢の準備とか、活動に上限がある場合があるわけです。例えば図工の作品作り、あるいは家庭科のナップザック作りとかあるじゃないですか。ナップザック、じゃあ1個目作り終わりました、作り終わったから、じゃあ2個目はもっと発展的な奇抜なナップザックを作ろうと思っても、ナップザックの材料って基本的に1人1個しかないじゃないです か, だからそういう時には早く終わったんだったら、困ってる子どもに対して教えるっていうことは、もうそうせざるを得ない状況とかっていうのもあったりするし、似たような状況でいうと、小学1年生とかの朝顔のね、鉢ありますね。最初こう土を鉢の中に入れて、指で穴開けて、そこにこう種をまいていって、もうベランダに置いておくと。でもこれが早く終わると、ゆっくりな子どもがいますよね。で、早く終わる子どもは、私早く終わったから、じゃあ2個目はもっと発展して、じゃあ朝顔じゃなくて違う種をね、やってみようかなっていうふうにできないじゃないですか。1人鉢1個しかないんでね。こんな時には、早くできた子が遅くできた子どもに対して、教えてこういうふうにやったらいいよっていうのをサポートしていくっていう時間は機能しますよね。あるいはそうせざるを得ない状況というのはあったりしますよね。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、ほぼ全ての教師が一度は沼る NG 授業ということで、一見活気があってよく見えるし効率が良さそうなんだけれども、子どもが子どもによる教える時間と、お互いがお互い学び合ってるっていうのは、これ明確に区別すべきだと思います。これお互い気をつけていきましょう。やっぱり子どもたちも朝行ってきますってこう家出る時にですね、今日も一生懸命、隣の友達に教えてくるからねっていう子どもっていないと思うし、行ってらっしゃい、今日も一生懸命教えてらっしゃいっていうふうに送り出してる保護者っていうのはいないと思うんですね。なぜ学校に来てるのか、もちろん友達に会うため、楽しむためっていうのもあると思う、もちろんあると思うけれども、学校の一番第一義っていうのは学ぶことですよね。学習ですよね。誰がですか？隣の子どもですか？隣の席の子どもですか？違いますよ。この子本人ですよ。この子本人が自分の力をもっと伸ばしていくために、行ってきます、頑張ってくるね、行ってらっしゃい、頑張ってらっしゃいっていう風に送り出してきてるわけですよ。それを自分のタスクが終わったら、もうずっと隣の子供に教えてあげなさい、ちゃんと教えなさいっていうのは、もしかしたら教師担任の都合かもしれない。そんなことに気づくのに、僕自身やっぱり 2,3 年かかってしまいました。すごくこう苦い思い出ではあるし、当時のね、担任していた子どもたちには申し訳ない気持ちはあるんだけれども、過去に戻ることはできないけれども、自分のその学びや失敗談というのを伝えることはできるので、今日このね動画を撮らせていただきました。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよというふうに思っていただけたら、よければいいねとかコメントしていただけるとすごく嬉しいし、皆さんの大切にしている同僚の先生、特にお若い先生ですね、もしかしたら今沼ってる先生がいるかもしれない。でも沼ってる先生って、自分自身が沼ってるって夢にも思ってない。僕は思ってなかった。めっちゃいいじゃん、めっちゃ効率いいじゃん、できた子早くもっと教えてよ、もうこれ超効率いい学習スタイルじゃんというふうに思っちゃってる場合もあったりするんですよね。なのでもしよければですね、この動画を皆さんの大切な同僚の先生にシェアしていただけると嬉しいです。このように学級経営に関する動画、そして学習指導に関する動画、1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いいたします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、学級開きフェスティバル2024開催させていただきます。4月6日です。少しずつ学級開きで迫ってきておりますけれども、4月6日朝10時から12時、最初の2時間、第1部はですね、筑波大学附属小学校から加藤信之先生、道徳の授業のエキスパートをお招きして、道徳の授業の第1発目の教え方、指導の方法っていうのを教わりたいと思います。で、今日みたいなその授業のことを知っておくだけで学習の展開って変わるじゃない、子どもへの声かけって変わるじゃないっていうことっていっぱいあると思うんですよね。でこれ多分ね、道徳の授業だけじゃなくって、いろんな国語算数理科社会、いろんな授業に転用できることが、つまり授業開きに転用できることがいっぱいあると思いますので、これ見るか見ないかだけで2024年度の授業開き、そして1年間の授業が全然変わると思いますので、ぜひぜひご受講ください。一緒に学んでいきましょう。研究所メンバーシップゴールド会にご登録いただければ、チケット本来8800円のところ、なんと2000円にディスカウント割引させていただいております。とってもお得でございますから、一緒に学んでいきましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの学級経営、心から応援しております。それではまた明日、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。Your sympathy, oh, we're standing here and watching as it falls when grown